温玉を乗っけて食べます。うわー、黄身が揃っけた。はい、こんにちは、ポテリンコです。今日は鹿児島県鹿児島市店舗団長にある豆の屋さんにお邪魔してます。今日はね、たくさんメニューが、ね、ある中から今日はうどん食べ放題を楽しみたいと思います。ぶっかけでうどん食べ放題楽しみます。楽しみです。到着しました。ぶっかけうどんの冷たいおうどんです。すごくねツヤツヤしとって美味しそうです。もうシンプルにいただきます。食べ放題なのでね、楽しみたいと思います。で、一緒に食べるのがこちらの天ぷらの盛り合わせです。もうね、すごくね、エビもね、素敵。菜の花も美味しそう。かき揚げもね、美味しそうです。こちらシェアして食べます。それでは、いただきます。ドキドキ。うーん、ちょろっとちょろっとずつ入れていただきます。美味しそう。冷たいおうどん、すごいコシがありそうだよ。美味しそう。麺が長い。いただきます。うん、おうどんのコシめちゃめちゃすごい。もちもちで、すごくね、つるんって美味しいですね。小麦のね、香りがすごく甘くて美味しい。お出汁もすごく上品でね、美味しいね。あっさり食べる、うまい。替え玉うどん来ました。結構替え玉のおうどんボリュームがある気がするのは気のせい？美味しそう。おうどんで替え玉ってすごく嬉しい。おつゆもね、一緒にいただけますので。まだこっちのね、おつゆが残っとるけど、こっちからいただきます。うん、天ぷらもね、一緒にいただきます。菜の花いただきます。美味しそう。おいしい。サクサクだ。うん、限定最高。じゃあ、おうどん2杯目いただきます。結構コシが強いので、あの麺量をね、多く取るとね、もぐもぐが大変。
ありがとうございます。じゃあここでちょっとトッピングします。ネギトッピングします。ネギトッピング、いただきます。うん、冷たいおうどんもダイレクトにこのコシをね味わえるので大好きです。めちゃめちゃすごいこのエビ。エビはこう踊りそう。Voy a cantar esta canción con mucho。いただきます。料亭の味。うまっ、うん、温玉をのっけて食べます。わあ、黄身が揃っけた。
ごちそうさまでした。おうどんのね、替え玉、とっても楽しかったです。あともう一玉いけるかなと思ったけどね、結構お腹いっぱいになりました。で、天ぷらもね、すごく美味しかったです。でもね、気になるのが丼物がね、とっても美味しそうで、またね、次回楽しみたいと思います。ちょっとシリーズ化してね、楽しみたいと思います。ポテポテ。デザートをね、いただきました。こんにゃくゼリーのフローズンです。美味しそう。ご飯の後のデザート、わー、あのこんにゃくのこのプニってした感じもして美味しそう。おー、うん、口の中がすっごい嫌くてね、トロンって、あのこんにゃくのこんにゃくゼリーのあのプロンってしてトロンってした感じのねやつ、美味しい。このすごくね、フローズン、シャーベットでもなくね、もちってした感じがすごく美味しいです。冷たくてもちって、ぶっかけのうどん食べ放題、とってもね美味しかったです。で、楽しかったです。もう替え玉はね、ラーメンのイメージがほんと強いけどね、ほんとおうどんの替え玉楽しかったです。プラス300円でうどん食べ放題できますので、ぜひぜひね楽しまれてください。種類も10種類の中からね選べるので、ね、たくさん楽しみ方がいっぱいあるので、ぜひぜひね楽しまれてください。で、最後にいただいたねこんにゃくゼリーのフローズンもとってもね美味しかったです。もう口の中本当にさっぱりで美味しかったです。天ぷらもね本当に最高でした。また丼物もね食べたいので、シリーズで食べたいと思います。楽しく見ていただけたらグッドボタンとご一緒にチャンネル登録の方よろしくお願いします。Twitter、Instagram、TikTok やってます。ぜひぜひ覗いてみてください。今日も美味しく楽しくお腹いっぱいになりました。以上、ポテリンコでした。バイバイ。美味しかった。丼物もいっぱい食べたい。次はね、カツ丼も食べたい。美味しかったです。バイバイ。